そして一番大事なのはこれから先の将来であります。5年後10年後をどう見ていくのか、場合によっては20年後50年後をどう考えるのかということであります。国際空港小松空港はですね、今年開港60周年になります。小松空港の前に32ヘクタールの旧安宅新の場所、浮柳の土地もございます。いわゆる空港の一番一等地、これをどう活用するかに決まってます。これが、これからの小松市のですね、北陸の際立った町、国際都市小松のシンボルになることは間違いありません。北陸の中心になってくるんです。そして新幹線1年遅れたということでありますが、3年後の新幹線開業時にはさらなるですね、新幹線の周囲が面白くなってくる。そして大学生はじめ若者たちが集まってくる、そういう街になってまいります。そういったことをですね、これからも4年ですね、ぜひ務めさせていただきたい、切に望んでおります。